こんにちは。こんにちは、どうも。はい、秋葉さん。はい。ご無沙汰してい。ご無沙汰してます。どうぞ。この1回目の。あの出演の時に。はい。 あの実は秋葉さんっていうのはすごい方なんですっていうお話して、某総合信用金庫の、<laughs> もう言ってるけど <laughs>、ね、ね、<laughs> の、福、ね、藤取りまで行った方だといういいところで、やっぱり私のイメージは、こういう、今日ははちまきじゃなくてタオルと。タオル巻いて、これ、麺屋号の T シャツ。屋です。 そうなんですよ。はい、っていうことなんですけど、私のイメージはもうスーツビシッとマクロ経済語るみたいな、<laughs> えー、秋葉さんのイメージなので、えー、ぜひね、ちょっと、あのー、お得意な、そういった経済のお話をぜひ聞きたいなと思って、新コーナーなるかで、まあ、かっこ仮ですけど、ラーメンの経済話なのか。は ラーメン屋さんが目線からの経済話ですね。はい、そうですね、今日一1回目、何を解説いただきますととりあえずですね、まあ、なかなかにこれ日経新聞、今日のやつなんですけど、いいですね日経新聞をネタにちょっと、ないくような感じそうですね、まあ、これこれに限らずですね、うごめんなさい、ちょっとなっちゃう。大丈夫ですよ。 はい。でこれで、あの、うん、ちょっと今日はですね、まあ初っ端なんで、はい。まああの中身見たけどあんまり面白い記事なかったんで、あなかったですか。世界経済は動いてないんですかでで。まああのちょっとこんな話はと思ってですね。実は日経新聞って一面一面があったら、うん。こうここにこう一一面ですね。一面あるとここに。 ここです、ここです。ここに株価みたいなやつが書いてあるんですね。株価、見ないなで。株価と、今日はね、円,円安、今、円安ってなってて、それめちゃくちゃ聞きたいです。そう。で、円安って結構どうなのって話、なんで円安なのから、皆さんの生活とか、ラーメン屋にどんな影響あるのみたいな話をちょっと5分ちょっとぐらいかな。もうマスク外してます、すみません。ああ、いいです、いいです。もう全然インターネット上はあまり、あま、うん、り人いないんで。 はい、はい。で、そこでちょっと、あの、そんな話してみようかなって思ってます。うん、時間は五分から十分の間ぐらい、あんまり長く。ないなるほど。めちゃくちゃ聞きたいです。はいえー、でですね、今日株価、うん、昨日の株価が出てて、<お>一応株価参考までなんだけど。二万六千七百円って株価なんですね。これは。上がってる。あ、うん、上が、いや、えっと、あ、い、一回ばっと二万九千円ぐらいまで一時期いって。うん まあちょっと下がって、まあ、ロシアの情勢とかがあるので、下がってきてるけど、まあ、と安定してこう推移してる感じで受け取ってるんですね。うん、日本の会社って業績悪くないので、うん、まあそんな感じかなって、国際情勢悪くなると株価下がっちゃったりするんでですね、返理、うん、的要因で。で、問題は、円とドルの交換レートなんですけど、うん、これ、今、円安って、一時期100円ちょっとだったやつ、108円とか110円だったのが、うんうんうん 昨日の段階では127円87銭。えぇー、うん、だから !120 円、うん、127, ?127 円まで上がっちゃってて、これ下手すると130円超えるんじゃないかなんて今話があるんですよ。ええー。それかなりいつぶりぐらいですかもう二十 20, 20何年ぶり ?26 年って言ってたかな、えー、もうだいぶ長い間このレートまで来たことなかったんだけど、ここ最近20年、 25、6年ぶりって言われてますね。なるほど。まあ、うこの番組を定期的にやっていったら、私も相場感が戻ってくると思うんですけど、私、はい、大学生時代だから、二十、うん、20、10何年前に、あの、<ん> FX やってたんですよ。あはいはいはい。で、まあ、大損こいて、<laughs> で、もう、そこから相場のこと、はい、全然頭になくて。あなるほどね。で、それが120何円か。うん そうなんですよでこれってなんでかっていうと結局簡単に言うと日本って今、日本銀行がゼロ金利政策って言って金利を景気よくするために、うんえー、ゼロ金利つまり銀行が日銀に預ける金利っていうのをゼロっていうことにして、まあ、セットしてるんですね。うん、場合によってはマイナスっていうこともやってます,す。マイナス金利<う>っていうことは銀行は貸し出さないと損する。 うん、日本銀行に預けちゃうと手数料取れちゃうよっていうパターンなんですよね。うん、だから一時期変な話だけど都市銀行はゼロ0%でもいいから、うん、いいお客さんお金貸し借,り借りてくださいみたいなことを言ってた時期があったんですよね。そうなんですよでそんなことをやってたら、まあ、これなんでかっていうと景気をまあ良くするため物価を上げるためなんだけどうん、うん、アメリカとかヨーロッパが金利を上げるって言っちゃったんですよ。 まあ実際上げてるんですけどね、うん、景気がいいから景気、まあ、結局、アメリカあたりは景気がよくなってインフレにな,るなりそうなので金利上げますみたいな、まあ、金利を上げるとえ景気が少しあの冷えるのでインフレつまり100円のリンゴが150円になったりすると大変なのでそういうことを抑えるためにアメリカとかヨーロッパ金利上げちゃったんですね。ところが日本そのままなんですよ。 うんうん、なので、この金利の差がを開けば開くほど、日本の円って安くなっちゃうんですよね。んまあそんな仕組みになってるんです。アメリカのドル持ってた方がいいから。うん、そうなぜかというとそう、アメリカのドルで運用した方が、うん、例えば100万円ありますと、うんうん、あるいは100ドルでもいいんですけど、やっぱり金利高いところに預けたくなるのがみんな心理なので。そそううですすよねそうそうするとドルを売って えとあこれ逆だドルを買って、円を売っちゃって、うん、そしてドルに変えてうん、うんえ、ドルで預けた方が金利がいいんですよ。だからそんなことやっちゃうと、ですね、えー、と今の話みたいに、円がどんどん売られちゃうから、円がどんどん安くなっちゃって、うんうん、今、127円って言ってますけど、これが130円なり、まあ今日の日経見ると150円になるかもしれないという人もいるんですよ。今年中 うん、今年中に150円いくかもしれないっていう予測をしてる人もいますと。今までで歴代一番円安はとかっていうのはあんまり意味がないのが<っ>360円の時期とか、固定相場制とかあるわけですねああ。そうそう,そう、それから一時期ばーっと下がって、一時期 80, 80円ぐらいまでいきましたもんね。のその後ね、変動相場の中でね。 だけど、まあ、それが戻って、大体、うん、いい日本の適正の為替って110円前後って言われてて、そ,それぐらいだとまあいいかなって感じなんですけど、これがちょっと円安になりすぎてると、ではい、これな、結局何が起きるのっていうところが、ちょっと今日ラーメン屋の話にもなるんだけど。ですね、だって私、あのー、一応経済学部卒で、はいあのー、円安は日本の経済にいいって教わってきたんですよ。うんうんうん、そうですね めちゃくちゃいいじゃないですか。うん、<今>なんだけど、今は日本って工場海外にみんな作っちゃってるんですよ。<ー>もし日本の国内に自動車工場があって、海外で作ってなければ、今お話の通りなの。だからそれって古い話なんですよ。ね、今もうその話通用しないんですよ。あ、そうなんですか。そう。 だからトヨタ自動車も日本国内でしか車作ってなければ、うん、アメリカに輸出して儲かるんですよね。うんうん、ところが、うんうん、もうアメリカに工場いっぱい作ってヨーロッパにも工場作ってるから別に関係ないっちゃ関係ないんですよ。ただ<う>あのアメリカで作った車が売れて日本に利益持ってくればそれはちょっと増えるからいいよねって話も。 あるんだけど、まあ、そこはだから経済の状況でまあ引いて足してでプラスマイナスどっちみたいなところなんだけど円安になると何が嫌かっていうとまあ例えばラーメン屋は麺を小麦で作ってますと、うん、アメリカから一袋例えば今まで100ドルで買って仮,です、ね、仮にね100ドルで買ってたやつが 100, 100, 100ドルだと100円だって1万円ですよねそうすると今まで1万円で買ってたやつが 1> 1万千円ぐらいになっちゃうわけですよ、うん、そうすると、これって直結しちゃいますよねと。つまり、麺の値段が、うん、そう小麦が上がるから麺の値段が上がっちゃうと。うん、そうすると、ラーメン屋さんは今まで例えば、うんうん、80円ぐらいで麺を仕入れてたんだけど、これがいや85円になったり90円になりますと、うん、いうことが起きちゃうんですよね。それまずいですね。まずいんですよ。そうすると、日本の経済ってやっぱり悪いから、 結局今、景気良くするために金融の引き締めっていうのをやってるんだけど、やっぱり景気が悪い中でアメリカから入ってくる小麦の値段が上がっちゃう、それからお肉の値段が上がっちゃう、つまり日本って農産物ほとんど海外から輸入してるんで、いろんな物価が上がっちゃうんですよね、油だったり何でもかんでも。ね、そうだから景気が悪,く悪いのに、 円安になって物価が上がっちゃうからそれって例えば皆さんの生活にも直結しちゃうわけですよ、うん、だから今4月ぐらいから物価がつまりマヨネーズが2割上がりあ 2, 2割だったかなン0上がりますとか何が23割上がりますって今どんどん今値上げのニュースばっかりじゃないですかうそんな話になってきて<ー>皆さんのお財布が非常に傷んじゃうみたいな なんか私聞いたのでは、うんその、インフレターゲットでしたっけはい、インフレターゲット。はい、日銀はその2%ぐらいインフレを達成したいと。そうですということはいいんじゃないですかそれはねあの、物価が景気がよくて、つまり、ね、景気がいいっていうのはひ,ひっくり返すと、皆さんの給料がちゃんと上がるっていうことなんですよ。うん そうで賃金が上がって,がって同時に物価も上がればこれベストなのね。ところが日本って賃金上がらないんだけど、うん、物価だけが先行して急速に上がっちゃうと皆さんの財布の減り具合が増えるだけなんですよ。確かにこ,れこれは良くない。でこれを昔経済用語でスタグフレーションみたいな話であったじゃないですか。 利益が悪いんだけど物価が上がっちゃう状況だからこれに近い状況が今から起こるんじゃないかなみたいな話になっちゃうんですね、うん、なるほどそうということはまずいですねまずいんですよ、うん、だからまあ会社トヨ,トヨタ自動車とか大きな会社はさっき言ったように海外に商品作って、まあ、売って利益が日本円で返ってくればまあ行ってきてもあるんだけど 皆さんのせ足元の生活とか、ラーメン屋さんとか、中華料理屋さんとか、材料を仕入れて売ってる人って材料の値段が上がっちゃうんで、まず値段が上げられないから、どんどん利益減っちゃいます。うん、今度はスーパーに皆さん買い物行くと、まあ多分今ずっと値段見ればみんな値段が上がってる。値段が上がってないものはね、中身の量が減ってるんですよ。例えば例えばね、あ、缶コーヒー。この前ね、缶コーヒー飲んだの。うん そしたら、ねね、缶コーヒーって缶がどんどん小さくなってると皆さん気づいてる。そう缶コーヒーの、ね、中身が減ってるから缶の大きさが減って小さくなったりしてり、あと、ね、内容量減ったりして、えー。詐欺ですね、詐欺。まあだけど値段変、ね、えられないからもう苦肉の策ですよ。ねまあ、<laughs> 少しぐらい減っても別にいいですよね。そうそうだけど缶コーヒー見たら本当に小さくなってるのよ秋葉さんこれしてた、えー、って言われて缶小さくなってるよみたいな。 値上げされるよりはいいですよね。そうなんです。まあ、だからそんな感じで、結局、物の値段が上がっちゃってきてますね。そうすると、やっぱり、あの、皆さんの財布もそうだし、飲食店、ラーメン屋さんも、今ね、えっと、6月にまた麺の値段が上がるんですよ。小麦の値段が上がっちゃうんで。4月に上がったのに、また6月上がるって言ってるんですよ。うん。で、あとね、海外からね、入ってくる豚肉とかね、 あ鶏肉とか、そんなもんも上がる。で、今ね、話題になってるもやしの値段が上がるって言われてるの。<お>もやしの,、ま、やしあの種ってね輸入、輸入が多いんだって。あ、そうなんですか、うん。緑豆っていうやつが。だから、もやしもなんか値段が上がりますみたいな話もあるし。うん、だから結構、今から物の値段が上がっていくんですよね、うん、と。だから、やっぱり円安っていうのが、足元は先に経済の悪い方に来ち,ちゃって、 特に所得とかがあんまり変わらないのに、スーパーとか飲食店とかもそうだけど、値段が上がっちゃうから、なかなか財布がね、厳しいよねっていうことになってくるんですよね。なるほど、それをどうすればいいですかみたいに聞いたら、俺に聞くなって話ですか、うん。いや、どうすればいいかってなると、皆さんの給料が上がればいいんですよ。 でも、会社が儲からないから給料上げられない。そう。で、会社が儲からないからか、うん、儲かってるけど上げないのかってあって、うん、今、ちょうどこういう時期って、あの、あもうちょっと早い時期だけど、春闘でボーナス上げろ、賃金上げろって言って、自民党が一時期ね、安倍さんの時に、あの、賃金上げろ上げろって自民党が、 ね、労働者の給与を上げるって、今までは野党がやってたような、社会党がやってたようなやつを自民党が言い出してみたいなことやってましたけど、まあ、あれは理にかなってて、やっぱりお給料上がんないと消費回復しないと。で、消費が回復して物が売れると、まあ、値段が上がってもみんな買えるから、物価が少しずつ上がって景気が良くなって、さっき言ったインフレターゲットの目標2%に近づくっていう政策もうまくいくんだけど、 物価の値段、つまり物の値段だけが上がっちゃって、皆さんのお給料が変わらないと生活が苦しくなるだけなんですよね。うんうん、だから、やっぱり何をしないといけないかっていうと、やっぱ会社もちゃんと皆さんの給料を払って、できればそこに賃上げまで入れてもらって、ちゃんと物価の上昇率に近い形で、給料も上がるのが理想っちゃ理想なんですよね。そうですね で、最初の話になると、うん、株価は比較的好調なんですよね。うんうん、まあ、悪くはない状況ですよね。ということは、我々飲食店は、やっぱりちょっと困っちゃうんですけど、うんうん、でも、日本の企業の中では、うん、そこまでこの円安で困らないというか、儲かる、うん。 売上が落ちないい会社も多いってことですか、うんまあ、あるし、例えばそういう会社、会工場を海外にも移転しているところとかは、うん、あんまりこう売上には影響しない、うん。うん、売上は実際アメリカあたりでも車の販売件数伸びてるし、好調な,、ね、な大企業はまあ悪くないし、当然ね、ああのねあの業種にもいろいろよるので、一概には言えないけど、 まあそういう状況ではあって、それが株価に反映して、一時期2万9000、そろそろ3万円超えるんじゃないかっていうね、話もあったぐらいなんだけど、だから今からはもうちょっとその皆さんが足元よく気をつけとかないといけないのは、やっぱりこれどうしようもないけどね、円安になるとちょっと生活に直結する部分がありますよ。だけど、じゃあどうするかってなると、これから生活防衛するために、やっぱり。 安いスーパーにか物を買いに行くとかな,なっちゃうわけですよねうん。だからまあそこら辺どうするとなると、まあこれこれこれこ、これこそ,その政府の話になっちゃって、ちょうど一面のね、上にここ、今の話の関連で、ぶ物価、ここに物価対策出て,出てるんです。政府今から物価対策します。例えばガソリンの値段も上がってるし、それから今からなんだろうな、物の値段も上がるから、中小企業を支援しましょうとかね。 そういう政策は取るので、まあ、政府もちゃんと注目はしてるから、中小企業からすると、補助金もらったり、もうちょっと例えば生産効率を上げて、ものを作りやすくして、従業員の賃金を上げるっていうようなことをやらないといけないですよっていうことにはなるわけですね、それが解決策。はい、それが解決策か、うん、こういう解決策、どうですか、うんあの、いい会社はあるわけですよね。はい、はい 我々こう一般人、飲食店とかそういう大企業じゃない人間は、うん、株が向上なんだったら株を買うだとか投資、日本人がやってないと言われる、うん、それ投資、うん、っていうのはチャンスなんですか、うん、あの投資に関してはチャンスといえばチャンスなのかもしれないけどやっぱり生活に余裕がないと目の前の生活費のあまり余剰で 投資の運用すやっぱりあ,のある程度お給料を稼げてて余裕がある人は投資回してその分から利益も取れるかもしれないけど、うん、やっぱり、えー、そうじゃない人もいらっしゃるのでさあどうする,る、ね、っていうことも出てくると思うのよね。ですね余力がないのに、うんうん、お金入れたらでそう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 だからやっぱり足元のお給料が確実に上がるように企業は努力しないといけませんよ。 っていうことは言えるのかなと気がしますよね。なるほど。はい。めちゃくちゃよくわかりました。<laughs> 今ま,まずいですね。まずい。ね、うんまずいのかどうかもうでもこれは仕方ないじま流れ今ねロシロシアでもいろいろああいう状況だし。そうですね。なかなかね難しい話ですけどって話ですよな。まあですのでまあそういう大きな経済の話から我々、はい。 飲食店というのはほぼ一般人、家計と近いわけですよね。はい、そうです,うです。消費行動というか、経済行動が、消費行動が。うん、ですので、我々その飲食店、家計がどうしたらいいかっていうところに持っていく、うんまあ、そんな番組をこれからそういうところも含めて、はいな、なぜこうなってて、じゃあどうすればいいかみたいなのを。うん 少しずつお話できればな。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。今日はちょっとその走りというか。ありがとうございます。すごく気になってたので、円安円安悪い円安っていうやつ。はい。はい。よくわかりました。はい。また次回、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。メ麺屋五。麺屋五です。秋葉さんでした。はい。どうも、秋葉でした。